ているのはゆるゆるかはたまた爆笑か、おがちゃんとみさとのオールナイト埼玉、ご期待ください。はい、今日はですね、うん、まあ、月一パーソナリティが、まあ、浜ちゃんだということで、イエーイ、よっ、イエーイ、お願いします。お久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。いや、効果音がね、うん、多分ね、出してもちっちゃいんよね、これ。なるほど。じゃあもう口でやるしかないですね。ラララちっちゃ、音ちっちゃ。いや、先週これ気づいて、うん、直そうとしたんだけど直らんかったんですよ、うん、これ。なるほどなるほど、うん、どうしたらいいんでしょうね。どうしましょうね。お神様に聞いてみるか。確かにそうじゃないやいや浜神様みたいな、浜神様みたいな人が出てきたね、うん、だからあのあれだよね、あのじっくり考えてみると、あの浜ちゃんのあの、うん、お神様の真似ってさ、あの、うん、言うほど似てないよねそう、あのね、僕もそう思ってたんですよ浮いちゃんおしまいというなんかなんかあのなんていうの、雰囲気は伝わるんだけど、うんうん、まあ大事ですよ雰囲気雰囲気大事よね。そうだよね、うん、雰囲気は大事だね。一番好きなキャラクターなんでね。そうですよね、うんうん、なんだけど、あのよくよく聞いてみると言うほど似てないかなみたいな、すごい分かるような気がする、という感じですけども、うん、何ですか、うん、今回あの台本書いた、おがちゃんは、はい、何を喋りたいの。いや、せっかくね浜ちゃんが、うん、あのいらしてるし、うんうんうん、やっぱり M1 の話をこうしたいなと思って。ああ、なんかね、いいですね。その話すごい引っ張るよね。なんかね。あのいや大事ですよ。大事だよね。やっぱりね M1 のね決勝で浜ちゃん見たいですからね。いや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 、もうでもね、うん、M1 はやっぱりね、なかなかすごい世界ですよね。裏側見てきましたけどね。うん。うん、あれ、うん、準決勝まで行ったの？いや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 、違う違う、あれね。2回戦？あの2回戦。2回戦、あ、それもね、ずっと大阪、うん、東京、名古屋、福岡で、うん、もうずっと毎日のように予選やってるんですよ。うん、で、うん、1回戦は毎日120組ぐらい来るんですね。はいはいはい。で、それでもね、2回戦進むの20組ぐらいしかいないんですよ。すごい、6倍だ。そう、それでね、ほとんどの落ちる人も、うん、あの全部、まあ、吉本クリエイティブエージェンシーとかね、あの浅井企画とか、うんうんうん、ほとんどプロダクションに入っているんですよ。120組のうちの10組ぐらいしかアマチュアの人がいないんですよね。うん、あ、じゃあかなりな。そうそうそう、ね、うん、だから結構その2回戦進むのも、うん、結構1回戦わーってどうだどうだっていう感じで、うんうん、こんな感じだから結構激戦も激戦なのかもわかんないですね。あ、すごいじゃないですかやっぱりね。で、いやいやいや、で2回戦を仮に突破したとすると、うん、そうすると3回戦があって、3回戦があって、で3回戦の次が、うん、ね、3回戦の次は準決勝なのかな。あ、3回戦準決勝、うん、そう、それであの敗者復活戦があって、うんうん、でそこで勝つと、まあ、3回戦準決勝で勝つと決勝。うん、ああ、うん、はいはいはい。いう感じ。いや、だからあのほら、うん、決勝の時にさ、うん、あの、うん、決勝始まる前に、うん、やるじゃんね、なんかあの、はいはいはい、ほら敗者復活のやつ、ね、やるじゃんね。あれ大井競馬場とかでさ、ものすごい人数おるやないですか。そう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 、準決勝で負けた人があそこに敗者復活戦で集まるから、うんうん、ってことは準決勝で落ちる人間が相当数いるってことですね。そうなんだ。だ準決勝は多分50組ぐらい残ってる中で決勝に行けるのは8組かなんかですもんね。ああ、そうか、そうそうそう、で40組以上があそこにいるわけですよね。うん、で残り1枠を敗者復活でやるんでしょ。そう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 、いや、だからそこまで行くの大変ですね。
しかもね、準決勝まで行った人は来年2回戦から出れるんですよ。うんうん、ああ、シード。なるほど、シードというか。だから3回戦まで負けた人はどんなに有名な人でも1回戦からになるんですよ。なるほど。僕も1回戦の時に、あの浅草のゴロゴロ会館で浅草の浅草寺の近くにあるんですけど、そこ行った時は、86バズーカーとかね。ああ、はいはいはい、はい。ラッスンゴレライの。はいはいはい。いたね。あと、あったかいんだからっていうあのクマムシとか。ああ、クマムシ。あの、同じ日に。あのオーディションだったんで、あらら、そうなんですか。そうなんですよ。あら、うん、だからすごいの。ところ結構ね、でもね、やっぱりね、そう有名な人が入ってくるでしょ。だから1回戦の楽屋なんて、うん、本当もう席もないような、もう本当に狭いところでみんな着替えてるから。なるほど、うん、そこにちょっと有名な人が入ってきたら全員総立ち。総立ちってもう、あ、座ってないから立ってんだけど。まあまあ、もう気をつけですよ、気をつけですよね。直立不動で、うん、あ、どうもおはようございます、に兄さんおはようございますっていう、そんなもう本当に、ああどうもどうもどうも、いやいいよ、そんな固くなんなくていいからみたいな感じで入ってきて、本当にそんな世界ですよ、うん、なるほどね。実力社会っていう感じ ね、うん、そこでサインもらいたいですもんね、あれね。いや本当本当、まあ、もらえる空気じゃないと思いますけど、うん、で何あの、うん、印象に残った大会はとか言ってるけどさ、あの、うん、おがちゃんは何、いつが印象残ってるの？あ、まあまあ決勝ってことですけどね、当然ね。まあ僕はまあずっと言ってるけど、うん、ずっと言ってるというか、オードリーが好きだっていうのは言ってますけど、だから2008とかですよね。なるほど、ね。あ、オードリーが出た回か。あの時は準優勝ですかね。敗者復活から。そうですね。うん。そう、優勝したのがあれですね、ノンスタイルですね。あ、ノンスタイルね。ノンスタね。ノンスタイルね。ノンスタイル、まあ確かに面白かったよね。うん。うん、で、うん、あれが3位がナイツか、その時。ナイツ、まあ、そういう時あったね。いや、ナイツはもうだって、もう今や審査員ですけどね。そうそうそう。優勝してないけど審査員っていう。本当だよね。本当ですよね。そう、ね。でも、まあね、そういった人たちが今も、うん、要は、ね、うん、活躍してるっていうのは。うん、まあ俺はサンドイッチマンがさ、あの、あ、敗者復活から、ね、敗者復活から、ね、あの優勝すかっさらった、あれすごかったね、あれが2007 か、いやだってあれ抜群に面白かったもんだって、あのピザ屋かなんかですね、ピザ屋、ピザ屋あれ本当に面白かった。いやあれね、街頭アンケートのやつも多分ね、あの、敗者復活で出てきて、あの一発目街頭アンケートだったと思うんですけど、あ、そうですね、うん、あれやられたと思ったもん俺。面白いよね、あれね、うん、本当に面白いよね、うん、ということでございまして、じゃあね、まあ、M1 に出たことのある浜ちゃんがですね、また今日も面白い話を繰り出してくれるであろうと、はい、いうことでございまして、じゃあタイトルコールいってみましょう。はい、はい、もとい、そろそろタイトルコール行ってみましょう。はい、浜ちゃんだよ、浜ちゃんだよ。はい、も、はい、もとい、もとい、タイトルコール行ってみましょう。はい、今夜も笑いの絶えない放送になりそうです。おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉。はい、ズレ漫才を一人でしていくからのようなトークをしております、おがちゃんです。ツッコミは俺に任せろ。今日もキレッキレの味方です。はい、今もボケておりました、スキッチパーソナリティーの浜ちゃんです。さあせん、違うんだよなボケ方が。もうさ、さあせん。狙いのボケちゃうやんけ、やって今の。ただのボケじゃない。もう素で忘れとるだけやないか。さあせん。頼むよ、ほんと。まさか俺、まさか俺2回もやり直すと思わなかったよ俺。あれ、なかなか前に進まねえなと思ってた。そりゃそうだ、あんたの喋る番なんだよ。はい、ということで浜ちゃんだよここも。はい、はい、浜ちゃんですね。はい、この番組この番組は埼玉市を拠点に生活するおがちゃんとみかどさん、そして月1パーソナリティの私、うん、浜ちゃんがそれぞれの自宅とサテライトスタジオキーステーションに、オンライン会議ツールズームとライブ配信ツールフェイスブックライブを使って全世界に生放
放送でお送りしておりますなお約1日遅れでオンエア曲をカットしたバージョンを YouTube でアップしますのでそちらもぜひお楽しみに。ハセンもうさ腹痛くなるからやめてくれすいませんでした。やめてもらっていいですかそういうのボケ担当の浜ちゃんです。いやそうじゃねえそうじゃねえってただ間違えてるだけだっつってのだからはい、じゃあ気を取り直して、はい、笑いてはい、お願いします。はい、気を取り直して本日のコーナーラインナップの紹介です。まず21時25分頃からはそんなボケ倒しの浜ちゃんの冠コーナー、ドタバタ天井日記をお送りします。わっしゃー、イエーイ。パフがちっちゃいからね、出ないです。出ないのよ、パフパフ、はいパフパフ、はい、ということで天井員として勤めていた頃の武勇伝失敗談を M1 出場経験のある漫才師が面白おかしく喋り倒します。はい、リスナーの皆さんは大声で笑える環境に移動しておいてください。そしてこのコーナーは今回で最終回という噂も聞いたんですけれども、あら、あらどういうことこれ、どういうことでしょう、あれ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 ってあんたでしょ。そうなんですよね。まあ、本当にですね、皆さんを本当に笑いの渦にこうね巻き込めるそのネタっていうのはね、ある程度限られておりますので、今日も厳選してですね、はいはいはい、最終回的にお送りしたいと思っております。はい、ということでございますけども、はい、これはさ、あれですよね、要はその天井員ネタがそろそろなくなってきたってことですよね。そうなんですよね、まあ、ということですよね。まあ、だから形を変えて、はい、多分そうです、はい、っていうことですよね。旅行の時だけじゃなくて、面白い話はいっぱいまだまだありますんで、はい、そうでしょう、形を変えてお届けしてまいります。はい、ということで、はい、まあ、それは来月からということになりますね。そうですね、はい、ということで、今週は天井員日記はラストになるかもしれないということですね。はい、はい、はい、じゃあそれでは、22時ちょうどからはですね、野球好きでワイワイ騒ぐこのコーナー、埼玉市民球場ネット裏、イエーイ、イエーイ。いや、これはですね、今日から日本シリーズですからね。今やってます。うん、今やってます。もう絶賛やってますので、うん、まあ、そういうところもありますし、ドラフト会議もね、ありましたね。ありましたですから。で、今日の日本シリーズは去年に引き続いて、ヤクルトとオリックスが日本一の座をかけて7番勝負という、まあ、7番勝負までいくかどうか分かんないですけどもね。はい、うん、ということで、果たしてヤクルトが連覇か、オリックスが雪辱を果たすのか、野球談義に花が咲くでしょうということでございますけれどもですね、まあ、はい、また解説者の方もいらっしゃるかもしれないですからね、またね。なるほど、なるほど、そうですね、はい、はい、ということで、じゃあ、はい、豪華に行きましょう。じゃあ3つ目のコーナーをお願いします、はい、そして22時30分頃からは浜ちゃんも推しております人気コーナー、おまんじんじゃー、きたーし、はい、きたーってね、はい、小田裕二か、おい、はい、小田は暇なしの御子と略しておがみ様からありがたいお告げをいただきます。神奈月出雲からわざわざお呼びしておりますので、ご祈祷依頼をお待ちしております。はい、こんな感じで今週も豪華3本立てでお送りいたします。そうですよね、はい、もう、ねえ、だって神奈月ですよ今。そうですよ、神がいなくなる月、神がいなくなる月ですから、ね、だから出雲に行ってなきゃいけないはずなんですけどね、うん、で、なんかこの間ですね、10月1日だったっけあれ、うん、あ、そうですね、うん、そう、行ったばっかりでね、行ったばっかりで戻ってきちゃって、もう出雲お世話になっておりますなみたいな、ね、おい、うん、いや、こういうボケはいいんですよ、こういうボケはいいんですけども、素でボケのやめてもらっていいですかね、本当に、ということで、ということですけど、で、はい、じゃあ、今週の選曲テーマいってみましょうね。はい、はいはい、選曲テーマですね、選曲テーマ、はい、うん、はい、聞いてよリスナー、私の一押し曲ということですね。はいはいはい、はい、このなんかテーマは浜ちゃん声にかかるイベントと似てますけれども、はいはい、なんかちょっと題名似てますね、聞いてよみたいなね、うん、だってかぶせたんだもん、はい、そうなんですよ、おな、何やるんですか、はい、これ、実は来週のですね水曜日にですね、
武蔵浦のサウスピアっていうところの9階でですね、はいはいはい、市長をお呼びして、埼玉市長の清水さんをお呼びして、うんうん、ちょっと私、市民勉強会みたいにやってるんですね。やってますね、うん。それの発表会をですね、市長を呼んで行いたいというふうに思ってます。そのイベントがね、あります。はい。ということで、はい、そちらの方もお楽しみに。はい。すいません。告知をありがとうございます。はい。はい、ということで、はい。で、はい。我々3人はですね、今回、そのテーマに合わせましてですね、今かけたい曲や、以前かけられなかった、放送でかけられなかった曲を選曲してきましたけれども、うん、はい。リスナーの皆さんからはですね、ぜひ、皆さんかけたい一押し曲をお送りいただければと思います。はい、はい、投稿の宛先はいつもの Google フォームですが、当番組の公式ツイッターの DM でお寄せいただいても大丈夫でございます。うん。そして Zoom でお聞きの方はチャットに、Facebook ライブでお聞きの方はコメント欄に URL が上がっておりますので、そちらからお願いをいたします。はい。はい、投稿が採用された方には番組特製ハンコステッカーをお送りしますので、ステッカーが欲しいよという方は連絡先、氏名のご記入もお忘れなく、フォームまたはツイッターの DM にどしどし投稿よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと惜しかったな、切れちゃった。はい。切れちゃったな。はい、残念でした。はい。はい、ということで今週の1曲目でございますけれども、こちらはですね、先週ボツになった曲でございますということでございまして、これはアニメ銀河鉄道999のオープニングテーマです。佐々木勲さんで銀河鉄道999。はい、聞いていただいております。佐々木勲さんで銀河鉄道999。いいっすね、これね。これいい曲でしょ。いい曲だね。もう鉄道がね、出てきますね、本当ね。鉄道。メテルわ、ね、かんないでしょ、おばちゃん。いいね、メテルね。うん、ね。なんとなくっていう感じですね。うん。で、いいんですよ、アニメ版の、アニメ版の、アニメレギュラーのやつの、鉄郎の声やってたの、野沢雅子さんですからね。あ、そうなんですか。そうそうそう。ああ。うん。いやー、すごい。まあ、そっか。映画版も多分そうだったと思いますけど、映画版とね、うん、アニメ版で、ちょっと絵が違うんですよ。鉄郎かっこよくなっちゃうね。鉄郎かっこいいんですよ、映画版、ね。で、アニメ版、普通のレギュラー放送版になると、なんかちょっと、ガキっぽい感じになっちゃうんですとぼけた感じなんですよね。そうそう、すとぼけた感じの感じになっちゃうんで、うんうんうん、いや、でも、すごい好きでしたよ、僕、銀河鉄道すぎない。素晴らしい。うん、あでも曲も大好きでね、本当に、うん、ということで、まあ、これもうまた佐々木勲さんの声がいいんだよ ねもう、うん、大和といいこの曲といいね。そう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 、いいですよこれは、うん、はい、ということで聴いていただきました、うん、ね、佐々木勲さんで銀河鉄道999でございました、うん、よし、はい、時刻は21時19分を過ぎております。お知らせの後はマスターくんのマスターピースです。土曜夜9時は大人時間。オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。マスターくんのマスターピース。このコーナーでは当番組のキングオブ常連ことラジオネームマスターさんのセレクト曲をご紹介します。はい、ということで今週もパーソナリティの横暴の犠牲になったマスター君が選んだ珠玉のマスターピース、これを味わってまいりましょうということですが、はい、今週ちょっとズームに入れないかもしれないって言ってたよね。お忙しいのかな、うん、お忙しいんでしょう多分ですね、そりゃ。ということでございますが、今回、ですね、寄せていただいたのがですね、愛子さんですね。おう、マスター君愛子好きなんだよね。あ、そうなんだ。うん、ほら結構愛子さんの曲さ、いっぱいリクエストしてきてるじゃん。
あ、そうか、そうか。うん。アイコ好きなんだよね。で、またね、あんまり知られてない曲を今回押してきましたよ、彼は。なるほど。そうね。うん。ということでですね、じゃあ、私からでいいですか、メッセージ紹介は。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、アイコさんのベストアルバム、まとめ1、まとめ2の初回特典に収録された曲です。もうこれだから初回特典じゃないと聞けないってことだから。しかもベストアルバムの名前がすごいですね。うん、まとめ1とまとめ2。まとめだって。教材みたいな感じですね、本当に。そうだね。うん。もうどっかの教材みたいな、ね、感じですよね。はい。で、昔、ラジオをイヤホンで聞いていると、パーソナリティの方がまるで自分に話しかけてくれているように感じられるところが好きでした。なるほど。わかる。オールナイト埼玉も皆さんの雑談を盗み聞きしているような気分になることが時々あります。ああ、嬉しいそうだね。いいですね。うん、そういう放送だといいですね。そういう放送だからね。ねそう、目指してます。ね、はい。で、そんな一方的にでもつながりを感じられるのがラジオのいいところだと思いますということでいただいておりますけどもですね。うん。もう、あれだよね。もう、うちのリスナーの鏡だよね、彼はね。そうね。本当に。ありがたいですね。うん。100点満点ですよ。そうですよ、うん、毎週無茶ぶりにね答え続けてくださって、うん、そうですよ、うん、もうあの番組最初から、まあ最初じゃないか、でもあの古参リスナーですからね。うん、うん、あの最古さんはレイコちゃんですけど最古さんはレイコちゃんですけども、ね、それに次ぐですね、あの古参リスナーということでございましてね、うん、いやもう本当にこの、いや、まあ、愛子さん、まあ、声もいいですけども、うん、まあ、でもこれ、ちょっとレア度高めですからね、これね。なるほどね。うん、ちょっとこれ聞いてみたいですよね。うん、はい。ぜひ。はい。じゃあ、紹介しちゃっていいですかね。うん、はい。よろしくお願いします。それでは聞いてください。マスターさんが選ぶ今週のマスターピースです。愛子で、ラジオ。今夜もてっぺんまでファンキーに打ちまくる、おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉。ハマちゃんのドタバタ添乗員日記、行ってみよう。はい、皆様お待ちかねでございます。基地でお送りしております浜ちゃんの冠コーナー、ドタバタ添乗員日記でございます。始まりました、お願いします。お願いします。パフ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 、ね、ということでね、もうこれですね、これはもう、もうかれこれどうですか、うん、半年以上続けさせていただきましたでしょうかね、このコーナー、ね、いやーこれはもうね、うん、滑らないなーっていうね、いや、ようそんな面白いエピソードが転がっとるなと思う。ねえ。いやもう、まあ、10年間添乗員させていただいてですね、まあ、いろんなことあったんですけども、うん、まあ、その中でよりすぐりのですね、うん、まあ、主に失敗談をですね、こう、出させていただいてきたんですけれども、うん、まあ、だんだん秀逸なエピソードっていうのは数限りがございますので、そうですよね、もう。小粒なネタになっちゃうと嫌なんでね、やっぱりだんだん。まあ、やっぱりね、クオリティはね、やっぱ維持したいですもんね。ハマグチブランド維持したいもんですから、ね、やっぱりこう M1 選手としてはもう笑えない話をもうお届けするのはもうこれダメですからね。あ、まあその割によう噛むのっていうか、もう間違えるよね。ここで喋ってくださいって台本に書いてあっても喋らないみたいな。だよねって感じでね。でまあ、まあですね、ああ、まあ、そういうこともありまして、うん、ちょっと私のわがままもありますが、まあ、はいはいはい、添乗員でのお笑いの話を、まあ、一応ですね、今日をもちまして、うん、まあ、最終回を迎えさせていただきたいと、なるほど、なるほど、思っております。で、また、添乗じゃないですね、面白い話が、どっさり私の人生52年間詰め込んでおりますので、そらそうだよね。そらそうだよね、だって。こっからが本番でございますね、うん、こっから。あ、なるほど。マジか。なるほど。これ壮大なネタ振りだったんですね、これ、ね。そう、そう、そう、そう。ある意味、まあ、前座コーナーって言ってもおかしくない。
そういう話でございましたね。ちょっと待って、大丈夫、あのそんなに大風呂敷広げちゃって大丈夫あの大丈夫だ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 、うん、なんだよこれもう本当にいつも以上に楽屋トークになってるけど、これ、あ、いやいやいや、ま、で新しいコーナー名は、はい、まああれか、あの今日のエンディングででも発表しようか。はい、まあエンディングの楽しみということで、まあまあ、仮タイトルですけどね、変わるかもしれないですけどね。そうですね、はいはい、じゃあ、はい、まあ、あの名残惜しゅうはございますけれども、はい、という感じで、あのもう残りの2ネタね、今日2ネタあると思うんで、はい、そうですね、はい、味わっていきましょう。まあ、ではですね、まあ、最終回にお届けする、まあ、第1弾といたしましてはですね、はい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 、ラスベガス。お、ベガス、来た、ベガス。航空機ニアミスによる急降下事件と題して、ね、あら、危ねえ、危ねえ話だな、おい。危ねえ話だ、ドドン。ね、危ねえ話だ。結構危ない感じですよね。この、うん、まあ、テレビにのですね、九死に一生スペシャルかのようなですね、この題名なんでございますけども。そう、そうですね。そうだね。なんか、あの、あれだよね、あの、ナショジオのメーデーとかで取り扱われそうな感じの。ねえ。うん、これ何ですかこれ。フライトレコーダーがこうピンピンみたいなね。そう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 。そういうイメージですけどもね。これね、忘れもしない、いつだったんだ、いや、忘れてんじゃん。忘れてない。ありがとうございます。ありがとうございます。うんうん、もうね、忘れとるやないかってことなんですけど、ね、うん、私が入社中ですね、5年目ぐらいの頃でしたね、ちょうどね。あ、じゃあ半分ぐらいですね。そうですね。とある化学品メーカーの皆さんが、まだね、この結構ね、あの、好調な会社で、はいはい、海外に社員旅行行ってたんですね。なるほど、なるほど。で、まあその年は3泊5日で、まあ、はい、あのオーストラリア行ったりなんかいろいろしてたんですけど、ハワイ行ったりね。まあ今年、この年はラスベガス、ロサンゼルスの旅だったんですよ。なるほど、ラスベガスとロサンゼルス、うんうん、はいはい、はい、まあ近いですからね、うん、まあ近いですね、うん、近いですね。で、まあ初日2日目はラスベガス泊で、3日目はラスベガ、うん、あのロサンゼルス泊だったんですけども、うんうん、で僕いろんなとこ天井に行かせてもらいますけど、やっぱりアメリカの西海岸って多いんですよ、どっちかっていうとね。やっぱりロサンゼルスとか、うん、行きやすいから多いんです、あったかいし。まあそうですね。まあ近い。まあまあアメリカで一番近いところっていう。そうそう、ニューヨークまで行くとね、さらに3、4時間乗らないといけない。そうそうそう。えらい遠いですからね。遠いんですよ。うん、だから近いから、まあ西海が多いんですけど、まあ、うん、あの、ラスベガス僕好きでね、ラスベガスの天井行きたい人は、はーいって手挙げてたんで。なるほど、なるほど、なるほど。まあ人生を見て5回ほど行かせていただいたんですけど。あ、そんなにいいんですか。すごいですね。で、まあ、そのうち1回は新婚旅行だったんですけども。あ、なるほど。まあそう。あ、なるほどね。そうなんですよ。うん、そうなんですけど、僕は大好きな土地の割にね、失敗が多いんですよ、ラスベガスの中で。あ、そうなんだ。ね、まあ、例えばですね。例えば、うん、例えば、うん、まあ、初めてラスベガス行った時にですね、まあ、カジノに行きますよね。あ、行くよね、行くよね。とりあえず行くよね。行くんですよね。うん、で、まあ、よくわかんないんで、まあ、ブラックジャックをやってたんですよ。ブラックジャック、はいはいはい。うん、まあ、ブラックジャックっていうのは21を合わせるカードゲームなんですけど。そうですね。そうです。まあ、ディーラーと、まあ、4、5人こう、ね、あの、台に座って、まあ、ディーラーと21を、競うゲームなんですけど、はいはい、僕よくわかんないから、うん、まあ端っこに座ってね、まあそれでオレンジジュースとかこうただで持ってきてくれるわけですよ。そうですね。オレンジジュースを頼んで、うん、でまあステイの場合はこう手をこう右側にステイとかね、もう一枚くれっていうとちょんちょんってやるんですけど、うん、でこう最初にこうオレンジジュースあってステイってやった途端にその台の上にこのオレンジジュース全部バーって流れちゃった。モール敷いてあるのにもう。そう、もうディーラーのチップのとこまでオレンジジュース入っちゃって。あら、もう。ねえ、もう、オーマイガーみたいな隣のおじさんがね。そらそうだ、そらそうだ。迷惑な東洋人ね、みたいな感じですよね、もう。どっから来たんだ、君は、みたいなね。そんな感じだったんですけども、うん、まあそんなことがあったり。うん、またね、あまた別の時には、ラスベガスがタワーがあるんですよ。でこうタワーの先端にちょっと突き出してる恐怖のライドっていうのがありまして、なんか、聞いたことあるな、それ聞いたことあるわ、うん、でいきなりねタワーからうーってこう前に行くんですよ、10メーターぐらい、うん、そこで止まって、うん、キャーみたいな止まるやつなんですけど、ああ、なんか、なんかわかるな、それ。それでビーって戻るやつなんですけど、まあ、僕はもう怖いからずっと目つぶってたんですけども、うん、そわーって言ったらそこで止まっちゃって、うん、みたいな、普通戻るんじゃないのと、そこでなんか壊れちゃって、で30分ぐらいね、
150メートルぐらいの上空でそこで待機です、待機。怖っ、怖え。手動でロープで引っ張り上げられるっていう、ね。あ、怖え。ほんとその生きた心地しない経験したりとか、ね。いや、それは生きた心地しねえな。まあ、それから、ね、まあ、新婚旅行に行った時なんかは、本当にこのために行ったんですよ。うん、そのシルクソレイユの王っていう章があるんですよ。王っていうゼロっていう書いてあるね、水の章があるんですけど、それを、見に行ったのに、うん、まあ予約するの忘れてましたね、私。旅行会社だったりとか。で、まあ、ラスベガス2日間口聞いてもらえなかったりとかですね。5泊7日のうちの2泊口聞いてくれないっていう。どんな新婚旅行なんだっていうね。ひどい。それはみたいな感じで。ひどいね。ひどいでしょ。ひどいね。だけど、やっぱりラスベガスワクワクするので、まあ、もしアナザースカイっていう番組は僕に取材に来ないんですけれども、もし来ないね、来ないね。やっぱ僕のアナザースカイはラスベガスです。っていうふうに言いたいなと思ってますけども。まあ、それで、そんな感じで、まあ、大好きなラスベガスに天井に行けるわけですから、ワクワクしてたんですけども、はいはい。ラスベガスにはね、大小200ぐらいのホテルがひしめいてるわけでございます。まあそうね、もう一大歓楽都市ですからね、あそこね、うん、で例えば、まあ、ジョージ・クルーニー主演のオーシャンズイレブンとかね、あ、オーシャンズイレブン、うん、あのホテル使われたベラジオっていう高級超高級なホテルを筆頭に、例えば世界のボクシングで井岡がチャンピオンになった MGM グランドとかね、なんか高いホテルがいっぱいあるわけですよ。はいはい、で、まあ、その中でも、でもね、最高級のホテルでも一泊大体ね、1万円ぐらいなんですよ。安いですね。そうなんですよ。まあ、他の地域だと大体ね、4、5万するようなホテルが1万円。そうなんですね、うん、やっぱり少しでもやっぱカジノでお金を落としていただきたいっていう、そういう配慮なんですよ。なるほどなるほど。ホテル代が高かったらもうカジノに使うお金がなくなるじゃないですか。そうだね、もうできるだけホテルを安くしてカジノでたくさん使ってくださいってことなんですよ。まあ、カジノの収入莫大ですからね。そうなんですよ。ホテル代を高くしなくったって十分ペイできますっていうことですよね。ペイって感じですよね。いや、それは、いや、それはちょっと違うと思う。ペイペイとか言ってる場合じゃない、ね、ないですからね、アメリカね。うん、それで、まあ、こう、まあ、その中でもね、まあ、いろんなホテルあるんで、高いピンクのピンまであるんですけども、安いホテルだって、本当、1泊3000ぐらいのとこあるんですよね。まあ、ちゃんとしたホテルですよ。だけど、私が泊まったホテルはやっぱり安ホテルで、うん、まあ、やっぱりその、なんていうんですかね、家族がたくさん泊まるような、まあ、サーカスサーカスっていうホテルがあるわけです。まあ、なんか名前が怪しいの。サーカスサーカス、まあ、その外の壁にピエロのね、絵が描いてあって、うん、なんか安っぽいな。安っぽい、めっちゃ安っぽいんですよ。安っぽいな。うん、でね、なぜか子供に大人気なんですよ。あ、でね、うん、なぜ人気なのかというと、うん、そのホテル、まあちょっと高いホテルな、あ、高いって背が高いホテルなんですけど、そこのホテルに、細いホテルに巻きつくかのようにジェットコースターがこう設置されている、そういうことなんだね。昼間はずっとジェットコースターが走ってて、うんうん、もうだからもう窓から手が届くようなところにジェットコースター走るので、うん、まあ、うるさくて部屋にいられないと、うん、なるほど、それでカジノに、うん、行くと、そんな感じで、そんな感じなんですよ。考えられてるんだな。そうなんですよ、考えられてるんですよね。ねえ、だって Don't Disturb っていう札出しといて、部屋に行っても、うるせえわ、もううるせえみたいなことになっちゃうよね。そうなんです。ちょっと三上さん、ちょっと待ってくださいね。あ、何、うん、あら、それで、あ、いや、大丈夫、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとイヤホンが落ちました、大丈夫です、ね。はいはい、はい、びっくりしたな、なんか奥さんが怒鳴り込んできたんか。ラスベガスの話思い出してね、うん、ジェットコースターが5分おきに走り回りますので、うん、まあ、とても部屋で寝てる状態じゃありませんと。まあ、ね、それでですね、まあ、皆さんと、うん、まあ、2泊3日ラスベガスを満喫して、ロサンゼルスに移動する日の朝のことなんですけども、はいはいはい。まあ、社長以下全員が、まあ、駐車場でバスをこう待っていましたと。はいはいはい、はい、うん。で、まあ、ロスに行く空港まで行くバスが全然来ないと。なるほど。うん、で、まあ、はいはい、みんながブー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 言い始めてるわけですよね。うん、まあ、そうですね。で、まあ、浜ちゃんどうなってんのとか、バス全然来ないじゃないか、なんつってね。そんな感じで。うんうんうん、まあ、そんな時に、その社長が見てはいけないものを見つけてしまったと。何見つけたのよ。うん、
何見つけたの、ね、いやーと僕も嫌な予感したんですけども、うん、まあ、あんなとこにバンジージャンプがあるじゃないかと。うん、バンジージャンプ。バンジージャンプね。バンジージャンプね。まあ、で、バスが来ない罰に浜ちゃんに飛んでもらうじゃないの。なんていうね。こう、ちょっと、あら、ちゃみを聞かせた。そっちか。まあ、社長がそう言い出したわけですよ。で、言い出した。いや、もう、いやいや、社長、それだけはご勘弁くださいと。私も極度の高所恐怖症なんですっていうふうに懇願しましたが、はい。まあ、社長、ダメということでですね、ダメダメ、うん。そんなんじゃダメなんて。どうだろう、みんな、それで浜ちゃんを許してあげないかっていうふうに社長が言った、もう花から、うん、ハーマーちゃん、ハーマーちゃん、まあなるね、なるね、なるね。でそのどっかから来た東洋人がなんか騒いでるぞとこう駐車場にも人が集まってくるような感じだったわけですよ。そうですね。うんうん、でもうバンジージャンプの受付の方にね、僕はもう天井にだってもう多分ホテルの人は分かってるから、はい、必死にこう罰をこう出してるわけです。私が罰を、うん。でその横で社長がでっかい声でね、うん、Are you okay って言うとね。そのホテルの人がね、うん、イエスオフコースとか言って、いやオフコースじゃお前分かるでしょって俺、背広着てんだから、俺がダメだって言ったらダメでしょって言って、ホテル時代でもこっちで払ってんだからと思ってるんだけど、うん、そしたらナイスガイカモーンとか言い出すんですね。あーまあ、ノリいいからね、向こうはね。ってもうノリノリなわけですよ、もうサーカスサーカスだから。うん、そうだね、もうね、うん、うん、でもおかげで人生初のバンジージャンプ飛ぶ羽目になったわけです。あ、人生初ですね。人生初ですね。で、どうなったんですか、うん、それでね、もうね、高さ25メーターぐらいのバンジージャンプで下から見えるとね、まあそうでもなかったんですけど、いざ上に上がってみると、もうアホじゃないかっていうぐらい、いやいやいや、もう上から見たら怖いですよ、それ。うんと、それでね、下に引いてある安全マットがね、まあ、三門さん、タバコ吸うけど、タバコの箱みたいに見えるわけですよ。うんああもうちっちゃくてね、もうそれこそペラペラに見える、ペラ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 にちっちゃい感じに見えるんだね、本当に本当に、うんうん、ほんでね、もうこのね時の状況といったらですね、まあ気持ちを一言で表すと、うん、まあバンジーキュースって感じですかね、本当にその思った、おい出たぞおいバンジーキュースだってよ、お後がよろしいよ、まだ終われねえよ、終われねえよそう終われ、まだニアミス1個も出てきてないここでね、なかなか飛び出せない私を、うん、まあみんなの期待を一心にまとって、まあ、飛べずに10分が経過しましたと、ね、10分経過したなら早く飛べーと、うん、来年の仕事もうやんねえぞーっていうやつが、ね、で私が見てたら、うん、そしたらバスが来たわけですよ、うん、バス来た、もうバスが来たから僕が飛ぶ理由も何もないわけですよ、もう要はバスが来たんだから、うんうん、だけどもうそいつのせいでこんなことになってるのにもかかわらず、うん、バスの運転手まで早く飛べみたいな感じでお前のせいで飛ぶことになってんだと思うでそこからさらに15分ね、まあ、まあまあ、意を決して飛んだわけですよ。ひゃーっと。飛んだ。うん。まあ、頭が真っ白になりましたけれども。はいはいはい。まあ、それでまあ、足がフラフラになって、まあ、一般の観光客にも拍手を浴びながらですよ。アメリカ人も拍手を浴びながら。浴びながら、で、バス乗ったんだね。バスに乗ったと。うん、で、空港に来ましたと。まあ、うん、まあ、私の検討も虚しくですね、まあ、ロサンゼルス行きの飛行機は10分前にラスベガスに飛び立っておりましたと。もう最低だね。最低だね。まあ社長はね、もう一回私言いましたね。こう、うん、まあ、もう一回浜ちゃんにバスゲームでバンジージャンプ飛んでもらおうかなんですね。うん、いやいやいや、もう空港来てるだろう。ね、うん、そう。それで、まあ、これ、こう、急降下っていうのはバンジージャンプの話でですね。あ、それか。あ、なるほど。ということでございました。なんだよ。でも、いや、はい、いや、俺は、うん、俺はまた、本当に、航空機ニアミス、いや、もう、本当に。そうかい。期待させすぎてるよね。うん、ちょっと、ちょっとも、ちょっと持たされすぎた。持たされすぎたね。うん、はい、持たされすぎたけど、まあでも十分面白かったよ。ケース2もお楽しみにっていうことね、うんうん。ということでございますけどもね、はい、いやー、なんだろうな、なんかあれだな、うん、こう、うん、勝手に、うん、勝手に想像を膨らまして勝手に盛り上がった俺の負けじゃ。はい、じゃあ、はい、ここでブレイクですね。うん、はい、ブレイクですね、はい、うん。はい、今週の選曲テーマは。聞いてよリスナー、私の一押し曲ということで、はい、皆さんからお待ちしてるんですけれども、はい、はい、私から、こちらですね、まあ自分は
あれですね、バンプオブチキン結構好きなので、うんうん、バンプ好きだね、はい、ほんとね、あったね、うん、そうですね、よく歌いますけれども、うんうんうん、はい、ね、ということで、うん、その中で、そうですね、うん、ちょっとテンション上がる曲ということで、そうそうそう、入り出しの曲、なんていうのかな、なんていうのかな、楽器弾いてる感じは、ちょっとゆっくりなんですけど、うん、だんだんこう、テンポ上がってきて、うん、なんでしょう、リズミカルな曲になってるかなと思うので、うんはいうん、自分もね、さっき、なんでしょう、放送始まる前は多分テンション高かったんですけど、うんうん、これ一回聞いてテンションちょっと上げてきたので、うんはい、皆さんもこれでテンション上げて、はい、ケース2をもっと面白く聞ければというふうに思っておりますけれども、うん、なんか今なんかおかしなこと言ってテンション高かったんですけどこれを聞いてテンション上げましたってなんかごめん低かったですよね低かったんでしょ、はいうん、なんか下手くそかお前はい、そうね、はい、でまあ、まあ確かにねバンプのこれはね、うん、テンション上がるもんねそうですねうんはいちゃんと曲紹介もちゃんと準備してから来なさいねあんたねそうね、うんはい、何を言おうかなと思ってそうそうそう、うん、考えながら喋ってましたけどそう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 事前に考えておいた方がいいよそう、ね、はい、はい、ということでじゃあ改めて曲紹介はいでは聞いてくださいバンプオブチキンダンデライオンはい、聞いていただいております。バンプオブチキンダンデライオンです。いや、これちょうど良かったんじゃないの？いいですね、うん。なんかほら、メロディーラインというか、うんうん、伴奏というかね。うん。なんかほら、カントリーウエスタンっぽいじゃん。あなるほど。ですね。うん。なんか、バンジョーで弾いてそうな、この、あうん、ウエスタンな感じしていいじゃん、これ。いいですね。うん、狙った？狙った？いやー狙ったかもしれないですね狙いましたよって言わなきゃならないそこはいやあれ嘘は言えないからねいいんだよ多少嘘ついたってあそうね、うん、確かになんかね謙虚すぎますよ君は確かにねなんか漫才も嘘をついてますからねあれねボケっていう、うん、確かになんでなんでそんな真面目に解説をしちゃうわけそこで本当にもうそういう感じでじゃあ、はい、ボケたいと思います、ねはい、そうですよもう本当にいやでもいや本当ちょうど良かったじゃんなんかもう本当西海岸な感じしていいよね、うんうんうん、これねいいですねあそういうことねそう、うん、いやだからそう言ってたじゃないですかだったら俺あこういう感じかなるほど西部な感じでしょでウエスタンリバー鉄道って感じですねそうそうそう違うか違うかいやいや合ってるじゃん合ってる合ってるじゃんだってあまあいいですよねオールドラッシュという感じですけどねなんだろうこの、3人の呼吸が全く合わない感じ。何これ、今日、どうしたありがとうございます。ダメ、はい、トリオだとうまくいかないみたいですね。だこれね、これあれだよ、安江くんがいないからね、安江くん。安江くんね。確かにね。安江くん、ちょっとどうしたの安江ちゃんね、どうしちゃったの、ね、どうしたの来ない。全然来ないもんね。嫌われたかな俺ら。いやいやいや、もう忙しすぎるんじゃないですか忙しい。忙しいですかね、飲んでて忙しい。いや、なんかね、結構、あれですよ、なんか今日どっかの祭り行ったんでしょ、ああ、そうなの。あげてたよ、なんか。うん、ね顔出さなくちゃいけないみたいなのあるんですかね、やっぱね。あるんでしょうね、まあいろいろね。うん、ということですけども、じゃあケース2行ってみましょうよ。はい、ね、はい、はい、ありがとうございます。うん、ではです、まあこれまあ、天井日記の最後のケースになるんですけどもね。あら、名残惜しい。名残惜しいわ、もう。ありがとうございます。はい、はい、はい。まあ、最後はですね、露天風呂。嬉し恥ずかしい、嬉し恥ずかしい、お尻丸出し事件というね。まあまあ最後に大変ふさわしいですね。ふさわしいかどうかわかんねえけど、まあでも、なんかもう大解放みたいな感じだね。さっきとまあまた打って違ってね、こう。そうだね、変わった感じ。和風な感じですよ、和風な感じですね。和だね、和ですね。うん、そうなんですよ。まあなんだろうね、露天風呂は、まあ、風呂ってのは基本的に、まあ、すっぱだから、うん、ね、まあ、
丸出し状態ですけども、それが嬉しい恥ずかしいっていうところがなんかこうちょっと、はい、ね、なんかあれかな、あの俺が好きなちょっと色っぽい話とか出てくるのかしらとか思いながら、はい、どんな話でしょうか。はい、これはですね、まあ、いつのことかというとですね、うん、あれいつ、また忘れたんかよ。ありがとうございます。もうね。ありがとうございます。これですね。今日はずっとそれで行くの。はい、ですね、実はですね、はいはい、佐賀県にですね、佐賀県、嬉野温泉っていう、あ、嬉野温泉あるんですよね。うんうん、ありますよ、嬉野温泉、ね。なるほど。まあ、これね、武雄温泉とともに佐賀県では有名な温泉です。そうです、そうです、そうです。うん。うん、まあ、日本三大美白の湯なんて言われてますよね。そうそうそう、うん、結構あのお肌がツルツルになるっていう風に言われてるんですね。有名ですよね。うん、でこのね、あの佐賀県の嬉野温泉の周辺にはですね、まあ、うん、あの豊玉姫神社と言いましてですね、あ、豊玉姫、うんうん、ね、美肌の象徴とも言われているナマズを飾っ、あの祀っている神社があったりとかですね、うん、ああなるほどですね、うん、まあ、全国の美女が訪れると言われる神社があるんです。うん、なるほど、なるほど、なるほど。で、まあ、そういうのを参拝しながら、まあ、うん、あとね、11月だったので、まあ、唐津くんちっていうですね、あ、おくんちね、あの、おくんちのお祭りがあるんですけど、うん、まあ、これを見たいということでですね、うん、まあ、11月、唐津くんちを見て、うん、豊玉姫神社を寄って、嬉野温泉に泊まるというような予定だったんですけども、なるほどですね。うんうんうん、ね、まあ夜になり、まあホテルで宴会が終わってですね、まあ宴会満足して、うん、まあおくんちもいいで、天気だったということでお部屋に入ってきましたと。うんうん、まあやっと一人になったので、まあ露天風呂に行こうかな、なんていうふうに考えておりまして。うんうんうん、でまあ佐賀県ということもありましてね、まあ首都圏と比べて比較的暖かい場所なんですけれども、うんうん、まあさすがに11月の頭ということもあり、まあ夜は少し肌寒く感じる季節になっておりましたということで、ですね、そうですね、うん、そうですね、うん、まあ露天風呂という表示に従ってですね、まあ、うん、あのホテルの中を歩いていきましたと。廊下を歩いていくと、歩いていく、まあ脱衣場があったもんですから、うん、まあ一つ、あ、まあ、プレハブみたいな脱衣場みたいなのがあったもんですから、あります、まあ、そこにカゴが置いてあったので、うんうん、まあ、私はそこでまあ浴衣と丹前を脱いでですね、うんうん、まあ、裸になりまして、まあ、そこにあったハンドタオルを手にしましてですね、うん、まあ、あの大事なところを隠してですね、まあ、反対側の扉から出ていきましたと。うん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 、で、まあ、出ていくと、まあ、ヒヤッとする秋の夜風にですね、まあ、一瞬こう身震いをしながらですね、うんうんうん、まあ、露天風呂に思いを寄せてですね、早く入りたいなと思って、うんうん、まあ、矢印の方向に歩いてきましたと。うんうんうん、まあ情景が浮かびますな。なるほど。ほんでもうブルブルっとこうね、寒い寒いっていうね、早く入りたいということで、まあなんせ夜の10時を回っておりましたので、うん、まあ周囲には誰もおりませんでしたと。うんうんうん、なるほどね、うん。僕しかいなかったので、うん、でまあ10メーターぐらい、まあ、歩いた時点でね、うん、まあ普通露天風呂って脱衣所すぐあるじゃないですか。うん、まあそうですね。あれはで大体ね、うん、だけどまあ10メーターぐらい歩いた時点で、なんか少しおかしいなっていうふうに感じたんですけども、まあ、矢印の露天風呂がずっと表示が続いていたので、はいはいはい、もうちょっと先なのかなと思って、さらに10メートル歩いてですね、はいはい、まあ、さらに10メートルとこう進めていったわけですよ、うん、うん、なんかなかなかたどり着かないですね。なかなかねえなと思って、ね、まあそれさすがに30メートルぐらい過ぎたあたりからもう鳥肌が止まらなくなったんですね。まあそうだね、そうだね、まあ、ガクガクとこう体が触れるのを実感してきまして、はいはいはい、うん、でももう少しで湯気の上がったあのあったかい露天風呂があることを夢見ながら、まあ、さらに10メートル、さらに10メートルって露天風呂の標識は全然ね、ずっと続くもんですから、どんどんそっち側に歩いていったわけですよ。まあまあ基本的に表示に従っていきますからね。そう、まあ、表示に従いますよね、うんうん、まあ、するとどうでしょうか、そのかすかに音が聞こえてきたわけですよ。あ、聞こえてきた、なんかわーっと音が聞こえてる、ね、うん、なんだと、このね、まあ冷え切った体を引きずりながら私は考えましたと、うんうんうん、まあ、ははーんとこの露天風呂にはね、なんかこう滝か何かがあって、うんうんうん、まあ、サプライズでこんなに歩かせてるんだなと、まあ、なるほど、なるほど、ちょっと違うサプライズがあるんだなと思って、それで歩いていきました。なるほど、なるほど、うん、でまあ、そう思って、まあ、今まで以上に早足でどんどん音のする方向へ進んでいきましたと。はい、進んでいった。まあ、だから実際
時間はまあ5分弱ぐらいだったんでしょうけども、うん、まあそんなもんでしょうね。もう私はね、もう小屋を出ても30分ぐらいに思うぐらい長い時間をかけて、そうなんですよね。なかなかたどり着かないから、うん、まあ、するとね、やっと木陰の影からちらちらと光が見えてきたんですよ。あ、やっとだと、うん、やっとだと、やっと来たと、やっとロテンベルの光だと、うんうん、まあまあ安堵の気持ちとですね、半分冷え切った体が入り混じってですね、もうとにかく早く露天風呂に飛び出した、飛び込みたかったので、もう走り出してあげた、うん、私はそこに向かって、うん、走った走った走り出して、私を待っていたのは、うん、ブブーンっていうですね、うん、まあクラクションだったわけですよ。ええブブーンって、うん、そのね、うん、私の目の前にダンプカーがですね、まさに僕は知りませんみたいなね。あら、もう101回目のプロポーズじゃん。本当にこらーっていうような感じのシチュエーションになったわけです。うん、で、その要は、うん、なぜか、なんでこのダンプがあるのかっていうのと、そのちょっと意味が分からない、もうだから動揺しちゃうわけですね。で、なんかダンプのおじさんがこう怒ってるのが、こう窓を開けて怒ってるのが、なんかかすかに聞こえたような気もするけど、そのままダンプが通り過ぎてたと。うん、で、こう、何の騒ぎだかと、小走りで、浴衣を着た女性たちが、うん、その、なぜか国道だったわけですね。国道、なんか細い国道みたいになってて。おー。で、浴衣を着た女性たちが道を渡ってこっち走ってたわけですよ。なんかブーって聞こえたから何かと思って。うん、で、え、ちょっと待てよと。浴衣着た女性っていうふうに僕はもう頭混乱してるんで、浴衣を着てる女性が走ってきたと。うんうん、でいや、待てよ、俺は真っ裸なのになんで浴衣着てんだろうなっていうふうに思ったわけです。そりゃそうだ、そりゃそうだよ、ね、うん、で、あれって思ったんだけど、うん、まあ後々分かったことは、うん、僕が脱衣場だと思っていたところですね、はい、実は外部からの日帰り温泉の皆さんが、はいはい、洋服から浴衣に変える場所だったわけですね。それを何逆にたどったの？それで、うん、要は国道を越えた先に、うん、本当の露天風呂の脱衣場があって、そこで裸になって、要はその先に、ああなるほど要するにあの2段階必要だったんですね。要はだからそこにスリッパを履いて脱衣場と思ってたとこから浴衣を着て、うん、行き、そして国道を渡り、その先の脱衣場で服を脱ぎ、その先にすぐ露天風呂があるっていう構造だったのを、うん、僕は全然説明を読んでなかったもんですから。出たよ。出たよ。出たよ。ハマちゃんの失敗の原因っていうのは、爪が甘いところにあるんだよ。ないっていうことなわけです。そしてね、うんうん、まあ4人ぐらいの、まあ浴衣の、うん、まあ、まさに美人の湯を求めてきた美女たちですよ。美女たちですね。ね、うん。キャー、裸の人がいるなんつね。うん。そりゃもうだって、まあね、変質者ですよね。この夜の10時過ぎにですよ。もうパンツも履かない男はですよ。もうそこでもうダンプの前で死にましぇーんなんて言ってですよ。いや言ってねえじゃねえか。言ってねえじゃねえかよ。言ってないのかも。言ってねえけど。言ってないけど。でも私はもう周り右押しですね。まあお尻丸出しのままでですね、夜の帳をですね、まあ旅館の方に走っていったと。いう話なんでございますけども、まあ最後はですね、うんうん、まあ嬉野温泉で全然嬉しくないご報告でございました。あ、出た。ご清聴誠にありがとうございました。あ、だもう何これ、あの浜ちゃんの講演会かな。そうなんか漫談を聞いてます。いや、なんか絶対あれでしょ、あの浜ちゃん講演会に呼ばれたらこういう感じでやるでしょ。もうほんと、いや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 、面白かったな、ほんと。ありがとうございました。もう皆さんのね、視聴していくださる皆さんのおかげで、このコーナーも半年以上ね続けてこれたんで、本当に感謝いっぱいでございます。いや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 、はい、だからもうあの天井以外でも絶対面白い話聞けると思いますからね、うん、もう本当ね、はい、いや楽しみにしたいと思います。本当ありがとうございました、ありがとうございました。ぜひ来月からもまた新しい新コーナー聞いてください。はい、うん、はい、もうたくさん
たくさん笑わせてもらいましたけどね、やっぱりね、うんうん、ちゃんと注意書きは読もうということでね。そうそうそう、ありがとうございます、本当に。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうね、教訓が一つまたね。そう。増えましたね。はい。ありがとうございました。ということですね。はい、ありがとうございました。ということで、コーナー最後は浜ちゃんの曲で、はい。はい、そうですね。私が最後にお届けするのは、うん、バンジージャンプをしてですね、はい、遅れた、一本遅れたロサンゼルスの飛行機の中で聴いたですね。うん、曲でございますね、これも。まあこれ確かにさっきの話を聞いたら、これ聞きたくなるよね、この曲。なるでしょ、わ、うん、かりますよね。わかるわかるわかる、なんかこうだんだん静かに入ってて、こう気持ちを上げていきたいっていうね、うん、そういう、そう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 、はい、沈んでるところから上がっていくっていう感じね。じゃあお届けをしたいと思います。はいはい、はい、ビリー・ジョエルでピアノマンお願いします。生きてんじゃねえよ。おがちゃんに叱られるじゃなかった。おがちゃんとミカドのオールナイト埼玉。埼玉市民球場ネット裏。はい、我々はですね、スタジオを飛び出して埼玉市民球場にやってまいりましたけれども、はい、いやいやいや、もう野球に関して、プロ野球に関して言うと今ちょうど暑いところでございますね、うん、そうですね、まあ、この時期が、うん、ね、今日もね、あの、うん、裏であれをやってますけどもね、日本シリーズやってますけども、うん、裏ですね、やってますね、我々の裏で、我々の裏でやってますよ。まあ、どっちが裏なんだって感じですね。うん、ね、うん、言うたらあかん、そういうことは。裏とも思ってないでしょうかね。そうそう。相手にされてないから。まあ、それはともかくですね、うんうんうん、あの、いや、おとといですね、ドラフト会議。そうでしたね。いやなかなか面白いドラフト会議でしたね。そうですね。あんまりなんていうの、一般的には盛り上がってない感じかもしれないですけどね。うんうん、まあそうね、あの、なんか散々不作って言われてた、うんうん、し、あとはあれですよね、ドキドキ感があんまりなかったっていうのはありますけど。うんうん、そう、もう事前にね、その、うん、公表しちゃってましたからね。ね、うん。うん、原監督がなんか喜んでましたね、なんかね。あ、そうですね。ね、当たりましたからね、まあ、原監督。そう、それは、ね、もうね、あの、それは喜んだと思いますよ。だって、ジャイアンツはね、その、うん、浅野指名を、うん、してましたからね、公言してましたからね、うん。そこに割り込んできたのがあれですよ、岡田阪神ですよ。うん、そう、ね。やっぱり、やっぱり、あれだな、なんてね。うん、あのね。あはもうあの高校生で行く言うたやんか。うん、岡田さんがね、うん、まあ実際そういうふうに言ってましたからね、岡田監督はね、あの、うんうん、全部もう全部高校生で行こうと思ったんやけどねつってこう言ってたからね。辰川さんはどう思ってたんですか、辰川さん。あのね、まあ、広島の前にね、阪神について言わせてもらうとね、うん、うん、まあ、高校生行くんじゃろうなって思っとったよ、私は。うん、やっぱり高校生なんてね。うん。まあ、まあ、夢のあるドラフトいうことじゃけ。確かに。うん。うん、まあ、最近の阪神はね、そういうことやりよるよ。うん、なるほど。うん、すいません、むちゃぶりすぎて。あ、いや、全然。いや、だから、まあ、まさかのじゃないけれども、まあ、結果的にその巨人と阪神のその競合になったわけですね、うん、あの高松商業の、浅野君ね。ということだったわけですけど、かぶったのは、庄司君かな、庄司がかぶりましたね。うん、かぶりました、ね、はいはい。ロッ
テと楽天でかぶったのかな。そう、楽天が一位指名ですね。そうです、そうです、ね、で結局あの楽天があれでしたね、我が楽天が取りました、はいはい、なるほど、喜んでましたね、うん、そりゃそうですよ。だっていやだから今回のドラフトというのはですね、うんうん、やっぱりこうみんな平均点のドラフトだったってよく言われるじゃないですか、うん、いろんな評論家の方からしてもね、うんうん、そう言われるじゃないですか、まあ、うん、確かにそうですよ。だってあんまり人がいなかったですからね、うんうん、そうですね。だ結果平均点のドラフトになったというふうに言われてるんですけど、だからあんまりあれですね、あの、うん、評論家の方の評価もあんまり差がつかないですね、うん、今回はね、でしょうね、どっかに偏ったというわけじゃないですもんね。そう、あの、うん、大失敗も大成功もないみたいな、ないけど、うん、まあ要は補強ポイントに合ってるかどうかってところはね、うん、ありますけど、その観点で言うとね、ソフトバンクはちょっとこれはどうなんかいのいうふうにね、確かに思ったね。ちょっとね、確かにちょっとね、うん、育成が14人でしょうね。ああ多いね。まあソフトバンクはね、ソフトバンクはね、あの育成は多いけどね、それよりもね、本指名ね。本指名がね、何を考えとかよくわからんかったよ。イヒネ君ね、イヒネ君ですね、誉れ高校ね。うん、確かに、うん。それはええんじゃけどね、うん、全体的に見ると、うん、うん、何を狙っとるんかいうことがね、うん、うん、確かに。ちょっとわかりづらい指名じゃったよ。確かにね。うん。うん、西武5位、近江高校山田君でしたね。あ、そうですね。ちょっと嬉しかったね。あ、嬉しかったですね、これね。あ、で、ここで取るんだと思って。いや、だから、うん、今年のドラフトは結構、あの上位候補って言われた、うん、あの選手が結構買い占めっていうのが多かったですよね。そうですね。ちょっと山田君上かと思ってましたけどね。うん。うん。そうそう、まさにそうだと思うんですよ。確かに、確かに。うん。だからやっぱりね、これね、コロナの影響ってのはやっぱりね、大きいんだと思うんですよね。要するに、その実力を見極める場面がやっぱ少なかった世代なんですよね。うんうんうん、そうですね。確かに、確かに、うんうん。だからやっぱりこう、そういうことになったんだろうなっていう、うんうん、アピールする場が少なかったんですよね。そうでしょうね。結構そうなると、あれですかね、うんうん、やっぱりスカウトのその目、見極め、うん、力というか、うんうん、が大事かもしれないですね、やっぱり。うん、だからやっぱりね、賭けになるんですよね。要はその、ずっと追い続けてるわけじゃないですか、そのスカウトさんっていうのは。うんうんはい、で、そうすると、まあ、去年、おととし、まあ、おととしが一番最悪でしたけども、うんうんうん、ほとんど試合がないという状況なわけですよね。うん、うんうんうんということは、丸々1年、その見極めの期間を失ってるようなもんですからね。はいはい。そうですね。となると、その高校生にしても、大学生にしても、うんうん、やっぱり、まあ、大学生、高校生は3年生で、それから大学生は4年生でっていうふうに指名の時期が決まってるわけですから、うんうんうん、やっぱりそういうところで、その見極めがなかなか難しかったというところが。うんうんあるんでしょうね。なるほどね。うん。まあ社会人はまた別としてもですよ。うん、はいはいはい、うん。うん。やっぱ例年に比べてやっぱり今年はそのまあコロナ禍の影響っていうのが出てくるところだったんでしょうねという気はしますね。うん。1位がこんなにバラバラっていうのもねなかなか珍しいかもしれないです ね本当に。でも中日も沖縄から初指名ですね。うんピッチャーね、だからその中日は割と評価が分かれましたね、うんうん、評論家さんの中でも、うんうん、いやまあまずまずなんじゃないですかっていう人と、うん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 、いやこれは全然ダメでしょっていう人と、そうですね中日、うん、分かれましたよね、うん、要は誰をねどうコンバートするかみたいなのがね内野手を多く取りましたけど、うんうん、そうそうなんかちょっとそれが見えないっていう人もいるかもしれない。そうなんですよ。そうそうそう。だから評価分かれると思いますよ。だって、うん、内野手を4人も取るドラフトっていうのはなかなかないと思うんで。そうですね。うん。
だから割とだからそのいろんな球団偏った指名が多かったですね。うん、確かにそうですね。うん、あの楽天もそうですよね。やっぱで楽天は、まあ、ある種補強ポイントに合致した指名だったわけですよ。もう即戦力の投手ばっかりを取るっていう。そうですね。4位まで投手ですね。うん。だから1位から4位まで全部即戦力じゃないですか。そうですね。うん、高校生一人も取ってないですからね。確かに確かに。本当だ。本当だ。だからそこ行くとその岡田さんの阪神なんかは、うん、あのもうある程度駒はいるわけじゃないですか、うん、でだからやっぱりその育成に振ったわけですよ、うんうん、そうですね、うん、でそう考えるとジャイアンツっていうのは、うん、なんであんなに育成で取るのかなと思いますよね、うんまあ、ソフトバンクと対抗したいだけなんじゃないかっていう、そうですよね、3軍持ってんのはソフトバンクと巨人だけでしたっけ、日本だと、うんうん、だってソフトバンクはだって、ね、まあ4軍ね、4軍作るって言ってますからね、そんなに、うん、どうせジャイアンツ育成できないじゃんと思うんですよ、ね、うん、育成できないですよね、うん、まあで育成ですか、だ育成しても、うん、あの1軍に上げて即落としちゃったりするじゃん、そうね、潰しちゃったりね、うん、ね、うんうん、ね、まあそういうのもあるわけですけど、まあ桑田さんが頑張ってほしいですねそこら辺ね、うん、そうですね、うん、はい、ということでじゃあ、うん、ここらでブレイクをちょっと挟みましょうかね、はい、はい、そうですね、うん、じゃ あ今回はですね、はい、聞いてるリスナー、うん、はい、私の一押し曲、はい、うん、で、リスナーさんからの、はい、リクエストも来ておりますけれども、うん、ありがとうございます、はい、ということでご紹介したいと思います。ラジオネーム、はい、歌さんからですね、ありがとうございます。お先週出てたじゃないかよ。そうですよ、うん、じゃないですか、もう、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、うん、ありがとうございます、ね、うん、モネちゃんですね、上白石モネちゃん、お、モネちゃん、モネちゃんですね、はい、うん、はい、この曲のタイトルが自分の、今の自分のモットーですということで、うん、はい、曲名が I'll be there という曲らしいですが、お、はい、老若男女、私はここにいるよってことですね、うん、そうですね、うん、あ、あれと近いかもしれないですね、うん、あの、なんでしょう、さっきのね、浜ちゃんのトークにあった、ん、いや、ダンプカーの目の前でね、あの、うん、私はここにいますよっていうね。いや、違うじゃん。違うじゃん。それだったら、跳ねてくれっていう話だよ。気づいてくれってね。まあまあまあ。スクープーって感じでね。そうそうそう。気づいてくれなかったら、ハマちゃん死んでるよ。そうそうそう。気づいてくれなかったら。オーマイガーって感じですね。あ、ごめんなさい、本当にあの邪魔しちゃってすいません、本当、はい、で、で何ということで、はい、老若男女問わずリアルに会うことで伝わる熱量がアップしますということで、うん、はい、まあ確かにそうよね、リアルに会えば、まあ、熱量はやっぱ高まるんだろうと思いますけどね、思いますけど、あの、うん、僕ら人見知りだからさ、うん、人見知り芸人でやってますからね。いや、芸人じゃないけど、芸人じゃないけど、ほら、人見知りじゃん。人見知りだと、やっぱね、熱量は、あの、ほら、心に秘めた熱量はあるじゃん、人見知りって。あ、そう、ありますよ、一応、うん。あるけど、アップしないんだよね。あら。いや、ほら、あの、秘めたまま出せないじゃん。あ、まあね。出せないで、どんどん、どんどん、どんどんさ、冷めていくじゃん。人見知りって、はいはい、人見知りってそうじゃないですか。確かに。でしょ？あの、すっごいこう熱量で行くんですよ。すっごい熱量で行くんだけど、喋、うん、れなくて。あ、そうそうそう。自分とかね、うん、もうあれですよ。部屋のこう隅っこでこう一人で何、うん、一杯飲んでるみたいな感じです。そう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 。そうなっちゃうんで、うん、だから僕。とかオガちゃんとかはその、うん、リアルで熱量がアップしますっていう感じにならないんですよね、うんうん、あ、でもいいんじゃないですか、それで端っこにいた者同士でこれラジオやってるわけですからね、本当にね、そう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 、うん、あの人見知りラジオって最悪のまあそんな中の陽キャですよね、僕ら陰キャですから、うん、あ、リアルではね、リアルでは陰キャですよ僕ら、うん、うん、
ラジオでは陽キャですけど、あの、まあ、ラジオ弁慶という感じですかね。ラジオ弁慶、ね、うち弁慶、ラジオ弁慶みたいな。で、まあ、歌さんはほら、あのラジオでも、うん、ラジオでも、うん、あのリアルでも陽キャですから。あ、うん、なるほどね。うん、ね、うんうん、はい、憧れながらあの過ごしてきた26年間という自分はそんな感じですけども。そうですよね。はい、はい、ということで、はい、じゃあ曲紹介の方お願いします。はい。では聞いてください。歌さんからのリクエストです。上白石萌音で、うん、I'll be there。はい、言っていただいております。上白石萌音で I'll be there ですね。うん、いい曲ですね。はい、いや、いい曲ですよ。ね、あの、うん、今月のパワープレイでね、うん、あの、モネちゃんがあのアデュー名義で出した、うん、曲をね、うん、あのやってましたけどね。アデューね。旅立ちだったっけあれ。ああはい。うん、あれ大好き。ね。そう。モカちゃん。あ、モカちゃんの方か。うん。うん。うんうん、そうか。こっちは違うんか。お姉ちゃんの方か。はい。あ、お姉ちゃんね。すいませんね、適当なこと言って。適当ですから、もう本当に俺は、うん、もう今すぐ教師やめろって言われるぐらいのもの、適当、本当適当ですよ、俺。うん、いやいやいや、うん、まあね、まあいい曲ですよ、うん、いい曲、いい曲、ね、いい曲、やっぱり声は似てますね、本当にね。ね、うん、そう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 、お二人とも性格も良さそうですしね。ねえ、ね、いい人そうよね。そう、ね、本当ですね。うん、うん、まあ本当にね、まあ僕らも本当に陽キャになりたいんですけどね。あのリアルでも陽キャになりたいんですけど、うん、だいぶ無理しないと陽キャになれないんでね。知らない人の前では。あ、うん、まあだいぶね。うん、だいぶもう何でもできる感じに僕はなってきましたけど、でも実際味方さんのお会いの時に全然もう陽気だったじゃないですか。それはね、40過ぎたからですよ。突然僕が武蔵浦でわーみたいな感じでね。そう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 、なんかね、あので、私はですよ、私は40過ぎてからもうあの、うん、開き直ったんですよね。おー、うん、世界を広げようと思って開き直ったわけですよ。うん、うん、そっからあんまり物おじしなくなりましたけど、もう30代までは基本的にはあれですからね、うん、あの話しかけられるまで絶対喋らなかったですからね、うん、そうなんですか。そう、そうです、そうです。はい、いやだからあの歌さんみたいにね、あの、うん、例えばそのラジオ番組で、うん、あの出てきたゲストさんと、うん、とこにもうすぐ会いに行っちゃうみたいなのが、うん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 、俺らにとっては気持ちはあってもそれできないなみたいなのがあったんですよね。うん、うん、いやすごいなと思って、うんうん、今かろうじてできるようになりましたけど、うんうんうん、ね、うん、そう思うよね、おばちゃんね。うん、そうですね、うんうん、はい、ということで聞いていただきました、上白石萌音ちゃんで、はい、I'll be there でございました、うん、はい、はい、さあということでですね、うん、あの野球トークに戻ってまいりたいと思うわけですけれども、はいはいはい、さて日本シリーズの方は何、そろそろ終わったんかい。今9回表で5対3でヤクルトですね。あらリード、はい、あらあらら、らなんかね、山本由伸オリックスのが負傷交代、ね、そうね、ちょっと負傷でね、前半で4点入れられちゃったみたいですね。あらららら、あー、ちょっと由伸がそれじゃあ厳しいですね、オリックスはね。まあやっぱり短期決戦ってやっぱ何が起こるか分かんないですね。うん、そうですね、9回裏2アウト1塁2塁ですね。うん、あら、もう間もなく終わるんだよね。間もなくですね。いやでも、ここまで続くってなかなかないですね。結構な長丁場ですね。開始が6時半とかなのかな、多分。そうですね。ああ、6時半開始か、うん。にしても結構遅くないですか、うん、そうですね。うん。まあ、そっかそっか。ヤクルト、マクガフ。マクガフ。マクガフ、はいはい。バッターが頓宮ですね、今ね。うん。あらららら。いやなんか手に汗握る感じになってますね。いやいや、でも
どうなんですかね、まあ、試合終わったらすぐにお伝えしようとは思いますけれど、うん、はいはい、今年のねシリーズどうなるかっていうとこですけど、うん、やっぱ山本では取りたかったんですよね、うん、やっぱね、やっぱね短期決戦ってやっぱそういうとこあるんで、第一戦勝つとやっぱり流れができますからね。そう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 、ただ日本シリーズはあの、うん、その流れで3連勝してもそっから4連敗がありうるんでね、近鉄、うん、とか ね昔ありましたね、近鉄ジャイアンツね、あったですよ、なんかね、あの加藤哲郎がね、あの加藤哲郎があの意外と弱いですねみたいなね、そうそうそう、あのまあシーズン中、まあ、ロッテも強いチームですからねみたいなことを言ったら、あの巨人はロッテよりも弱いみたいなことになっちゃって、そっか4連敗っていうね、うん、大変でしたよねあれね、ね、うん、だから分からんですよやっぱり、うん、3連勝から4連敗って全然あるんでね。確かに流れがね、うん、やっぱね、うん、うん、一気に来ますからね。そう、まあでもやっぱりまあ鍵を握るのはやっぱりそのヤクルトの場合だったら、うん、やっぱあの村神様じゃないですか。いや、ね、そうですね、すごいですね。だからオリックスとしてはその村神様をどうやって抑えるかですよ、うん、そうですね、なんせ三冠王ですからね、うん、まあ、今日もホームラン打ってますからね。そう、うん、やっぱそれはね波に乗っていけますよね、やっぱり、うん、ヤクルト勝ちました5対3。ああなるほど、あヤクルトが勝ちました。あやっぱりね、あのほらシリーズ男と逆シリーズ男っているじゃないですか、うん、でヤクルト、それこそヤクルトとね、その、うん、イチローがいる頃のオリックスがやった時のね、うん、はいはい、うん、あのイチローを徹底的に封じたっていう、うんうん、あれでヤクルト日本一になれたんですからね、うんうん、だからそう考えるとやっぱりその、うん、今日その村神様にねやっぱ気持ちよくホームラン打たしちゃったっていうのはちょっとやっぱり痛いかな、オリックスとしては ね、まあまあ、吉田は打てなかったみたいですね今日ね、うん、そう、うん、ね、だからそこがうんうん、まあでもこの短期間で立て直すのってなかなか難しいから、ちょっとどうなるかですね。そうですね。だからやっぱりその2番手以降のピッチャー次第じゃないですか、やっぱ。そうですよね。うん。確かに確かに。予告先発誰になってますか？明日はね、うん。まだ出てないのか？ちょっとまだ出てないのかな？うん。はい。宮城じゃなくて宮城かな？宮城行くんじゃないですかね、オリックスはね。うん、行きそうな気がしますね。うん、うん、スワローズは誰か、スワローズは誰だろうな。つば九郎が行きますかね。今ちょっと踊ってましたね。東京音頭踊ってますけど。あ、そうです。つば九郎。明日誰だろう、まだね、出てないけど。うん。だって神宮につば九郎ハウスできましたからね。あ、そうですね。つば九郎ハウスできましたよ。奥側じゃないですか。奥側じゃないかな。違うな、奥側か。奥側、まあでも奥側今シーズンあんまり調子良くなかったですからね。そうか。クライマックスの2戦目はあれか。サイスニードが投げてますね。サイスニードか。阪神相手に。今日小川だったんですね。今日は小川だったのか。そうそうそう。うんうん。小川か。まあ、小川は5回まで小川勝ち投手ですよね。うん。ライアンですね。うん。うん。うんうん、まあ、誰だろうか。まあでも高津監督はなんか仕掛けてきそうだな。うん、ね、サイスニードか、ね、まあ、左対左だったらね、高橋奎二とかもありますけどね。うん、いやほら、中島監督はね、あのオリックスの、はい、中島監督って割とそのこ王道に近い采配をするじゃないですか、うんうん、高津監督って何考えてるかよくわかんないよね。まあそうですね、うん、まあある種王道な部分もあるんだけど、うん、やっぱりねその選手のその健康管理というか、うん、管理はすごいよね、うん、はいはいはい、ちゃんと見極めて出してる感じするよね、うん、中島監督もそうなんですけど、うん、うん、やっぱりうまいですよね、傭兵がうまいというか、うん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 、いやーこれ楽しいですよ。明日高橋だな、多分高橋刑事じゃないですかね。高橋かな。かな、うん、うん。多分ね。
これがまた予想を裏切るあれかもしんないけどね、わかんないけど、う、ね、うん、まあともかくあの楽しみにしましょうよ、ね、はい、明日以降も。はい、ということでございますけれども、はい、うん、さて、じゃあ、市民球場からは この辺でということにしたいと思いますけれども、うん、そうですね、はい、じゃあ最後に一曲聴いてもらいましょうね、うん、はい、まあね、あの裏の、日本シリーズが一戦目終わったということで、うん、はい、明日からね、表として聴いていただければと思いますが、うん、そうだ、うん、いや、まあまあ、はい、まあ聞くっていうか、まあ普通の人は見るんだけどな。あ、そうね。ごめんなさい、僕ね。そう、うん、ラジオで聞いちゃうんでね、毎回。そう、ね、あなたラジオで野球ね、やるよね。あ、そうですね。だからパリーグのクライマックスがね、うん、あの、ラジオでやってなかったのが、ちょっと意味わかんないというか。あ、でも俺は、あの、テレビで見ちゃうけどね、やっぱり、うん、野球の場合は、やっぱりその、ほら、投球ね、あの、どこに行ってるかとか、うん、あの、そういうのやっぱ見たいですからね。うん。うん。だからテレビで見ちゃうんですけど。うん。で曲の方ですけども、うん。あ、はい。まあ、こういうね、ちょっと涼しい時期になってまいりまして、まあ、野球はまだ暑いんですけれども、うん、はい、うん。体感は涼しくなったということで、ちょっと温まる曲をというふうに思って持ってきました。うん、温まる曲ですか、うん、はい、あのクマムシではないんですけどね、温かいから、あかいか ら, から、今から変えてもいいんですけども、いやいや、変えなくて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 、これちょっとアドリブ切り口ぐらいんで、はい、はいはい、あの、こちらはですね、うん、あのギュッとという曲になるんですけども、あ、はい、なんかもうタイトルから良さそうじゃ なんか、はい、うん、こちらですね、はい、はい、最近、まあ最近なのかな、うん、何年かで、あの、TikTok とかでもなんか使われるような曲の一つになっておりますので。うん、なるほど、うん。あの、いい声というか、なんていうのかな、温まる声でもあるので、うん、ぜひそこにも、はい、耳を傾けてくれたらと思います。うん、はい。はい、では聴いてください。モサオでギュッと。今夜もみんなをパラダイスに連れてくで。オガちゃんとミカ殿のオールナイト埼玉聞いたってや、おまんじんじゃと、おまんじんじゃではリスナーの皆様からのお悩みを受けたまわりまして、当神社のご祭神であります小川暇なしの御事、略しておがみ様がありがたいご託宣をくださるというコーナーでございます。私、宮司の帝でございます。私、宮司見習いの浜ちゃんでございます。いやー、うん、浜ちゃんね、うん、大好きなコーナーなんですよね。そうですよね、もう神奈月なのにこのコーナーが、2回もできるとは思いませんでした、私もう本当にですね、ということでございますけれども、かしこみかしこみということでですね、もう今日は、はい、またですね、あの出雲の国にご出張中でございますけれども、あの、はい、お神様はですね、お神様ですね、はい、来ていただけるのでしょうか、もう、まあ、あの、呼んでも来てくれなかったらちょっとこのコーナー成り立たないんでどうにもならないですけど、そうですね、もう、はい、出雲ありがとうございます、ね、あ、出雲ありがとうございます、はい、おい、うんうんうん、はい、ということで早速、お神様においでいただきたいと思います。はい、それではお神様おいでくださいませ。あ、もうどうも本当に、うん、どうもありがとうございます。出雲の国から、もう出雲の国からはるばると
はい、お忙しい中ね、まあ、ありがとうございます。まあ、神様業界の中ではな、うん、まだな、忙しくない方じゃからな。そうな。そうでございますか。あの、そうじゃな、うん、今日はあの、出雲の国でどのような、そんなもんな。はい。まあ、飲むだけに決まっておるじゃろうがな。はい、な、飲みからな。コミュニケーションなるものはな。あの、え、な、なんですか、それ。あの、縁結びとかしないんですか。まあな、あの、おのおのな、うん、やはりこう、活動報告というかな。え、そうなんですか。あ、そうじゃ、そうじゃ。それを持ち帰ってな。各神社でな、はい、あの、うん、さらに聖にこう、あの、修行に励むということでな。ええ、あ、そういうことなんですか。知見をこう共有するという場でな。あ、そういう、あ、あの、そう、皆さんの願いを叶えてくださるっていうわけではなくって、発表会みたいなもんですね。あ、それもあるかな、やはりな、うんうん、あれですかね、あの、ね、学会ですか。そうです。みんな集まってな、はい、まあ、サミットっていうものがあるじゃろうな、あの、はいはい、日本会ではな、はい、人間会ではな、はいはい、あ、まあ、それとな、似たようなものでな。なるほど。やはりこういうことをこの、あの、この神社ではやっておるというな、あな、報告があってな、あ、なるほど、なるほどというのでな。で、夜はまあな、あの、そういったな、神様とこう近づきになってな。あ、そうですか。いや、なんか、なんかちょっと我々が想像してたのと違いましたよね。なんか、あ、そうなのか。神様だけにオーマイゴーって感じですかね。うん、いやいやいや。あ、いやいや。申し訳ございません。申し訳ございません。もう神のご存命。これ流れの回かな、浜ちゃん。うん、それちょっと、違う国の神様なんですね。違う国神様。まあ、はい、うん、まあ、ね、まあ、矢をよろずの神をな、あの、認めておるからな。うん、まあ、そのゴッドというのもな、うん、まあ、神のうちなのじゃろうというふうに思うかな。ありがとう。なるほどですね。まあ、向こう行ったら本当に殴られますけどね、もう本当にね。そうじゃな。うん。まあまあまあ、まあ、そういうことを言い出すと大変なんで。はい。はい、そうしましたらですね、はい、来ておりますよ。ああ、そうか。ありがたいの、うん。ありがたいですね。来ております。はい。ということでですね。まあ、な、神奈月にな、送ってくるっていうのもな、なかなか、な、なかなか、なかなかになかなものじゃな。うん、なかなかになかなかだと思うんですけども、はい、じゃあ、参りたいと思います。はい。ラジオネーム、うたさんからいただきました。またか。ですね、まあ、もう、おがみさま初めてでしょうけど、さっきもね、うたさんがね、出てきた。あ、そうなのか。出てきたんですよ。皆様はじめましてです。街歩きが好きな歌です。あ、うん、なるほど、はい、街歩きが好きなのかな、はい、で、祈祷依頼です、うん、今度とある市議会議員の浜ちゃんという方を街中から探し出す遊びをしようと思っていますと、うん、なるほど。で、噂によれば浜ちゃんは3時間も自転車であっちこっち巡っているとか、そんな浜ちゃんを見つけ出すにはどんな手がありますか、それとも場所の予言はできますか、私は歩いて探すつもりです。おまん神社の関係の方ならきっとご存知と信じていますので、ぜひぜひこんな私の願いを叶えてください、よろしくお願いしますということでいただいたんですけど、いや、なるほどな。いや、我々が分かっったら大変ですよ、それ。あの、そしたらお神様いらないんだから。うん、そうじゃな、うん。いらないって今失礼なこと言いましたけど、あのお神様にあのお告げをしていただく意味がなくなってしまいますから。そうですね。うん。ね、宮司見習いの浜口くんね。はい。なんか名前に似てますけども、なんか。似ておりますですね。うん、なんかあれですか、はい、あちゃこちゃ行くんですか、その浜ちゃんという。私のあの聞くところによりますとですね、はい、あの武蔵浦駅周辺に出没するということはあのお聞きしておりますけれども、だ答え言っちゃってんじゃないダメじゃん、それダメですね、うん、ダメですけどまあダメですけど、まあ、はい、いや、我々人知の及ばないところのあれがあるわけですから、はい、うん、そっからですね、そっからどうやって見つけるか、どう見つけるかっていうことですよ。神様にそうお伺いしたいわけですよ、
おかみ様、準備はよろしゅうございますですか？ああ、よいぞ。はい。それでは参りたいと思います。それでは、おかみ様、お聞き届けくださいませ。かしこみ！これはな、はい。あの、スマホなるものを持ってな。スマホ、はい。スマホを持って、はいはい。あのな、語りかけるんじゃ、こうやってな。語りかける、はい。へい、浜ちゃん。はい。浜ちゃんの位置を教えてくれとな。シリか。あ、こうやって探すんじゃろ。あ、なるほど。それで教えてくれるものですか？そうじゃな。大きい声でな、喋、はい、れば喋るほどな。はい。あの、見つかる可能性は高いと思う。あ、そうですか。やっぱ、なるほど、なるほど。音量の問題なんですね。あ、そうじゃな。はいはいはい。音量と、まあ、あとはな、会いたい気持ちとかな、を込めてな。はい。大きい声でな。はい。なんていうのな、語りかけるとな。はいはい、見つけられる可能性が高まると思うので。なるほどですね。おかみ様、我々が持ってるですね、あのスマホとか iPhone とかっていうものには、Siri というのが入ってまして、で、Hey Siri って言うと起動するんですね。なんですけど、Hey浜ちゃんっていうふうに言うってことは、これ、また別のアプリがあるっていうことですか、これ。いや、そんなものはないぞな。あ、ないんですか、うん、あ、そうじゃそうじゃ、うん、なくてもいけるんですね。あ、そうじゃな、大きい声で言えばな、はい、大きい声で言えば触ると思うじゃん、はい、あ、そうですか、ね、なるほど。あ、なんでもよいぞ、スマホじゃなくてもよいからな。あ、なんでも、あ、スマホじゃなくていいんですか。例えばな、ハマちゃーんっていうことですね、はい、うん、例えばな、うん、もしかしたら近くにあるな、はい、こう、自転車とかな、うん、に喋りかけたりとかな。あと近くにこう歩いてるな、うん、猫ちゃんに向かってな、うん、へい浜ちゃんって言ったりな、うん、なるほど。こう、なんていうかな、うん、歩きながらな、見つけたものに対してな、はい、大きい声で話しかけるとな、うん、もしかしたら見つかるかもしれないからな。あ、なるほどですね。なるほどでございます、ね、ありがとうございます。いただきました。はい、ということでございまして、ね、もう今のおかみ様のお告げ通りに歌さんにはやっていただきたいと思いますけども、はい、はい、ね、そういう浜ちゃんというものがな、はい、おそらく気づくと思うのでな。そこはな、当日の浜ちゃんにな、うん、はい、うん、頑張ってほしいものじゃがな。はい、間違ってもですね、武蔵浦和の駅前以外では絶対やらない方がいいと思いますけどね。まあ、武蔵浦の駅までやってもやばいと思うけども、まあ、ということでございまして。いかと、不満ですか？はい、いやいや、不満ではないです。全く、その、不満なんてこと、あるわけがないじゃないですか。ああ、そうか。はい、あ、それならよかったな、はい。はい、ということでございまして、じゃあ、ここでですね、はい、ちょっと一曲挟ませていただきたいと思うんですけども、はい、はい、こちらはですね、浜ちゃんですね。はい、私がですね、これ、ちょっと大学の時にですね、ちょっと、はい、まあ、恋をしておりましてですね。あら、恋をして。その時に聴いていた曲でございまして、うん、これを聴くとですね、未だにこう、まあ、淡い、こう、幸せな気持ちになるという曲なんでございます。あらららら、なんですか、今の夫婦関係に不満なんですか、ね、いやいや、不満などあろうものかっていうね。あろうものか。多少怯えておるだけでございます。この道を行けばどうなるものかっつってね。ここで一句読んでいいですか、一句。あ、一句、あ、読んでください。はい。はい、うん、守ろうと。守ろうと。誓った嫁から身を守るっていう、ね、うん、そういう状況でございます。はい、はいはい、お後がよろしいようでございます。はい、じゃあ聞いていただきましょう。はい、はい、曲紹介。では、森高千里さんで、道。お願いします。はい、聞いていただいております。はい、森高千里さんで道。うん、まあいいですね。いいね。もうこのね、私の目の前にですね、その、うん、
この時のあのシングルのジャケットの写真がね、うん、あるんですけどね、まあ短いスカートだなと思いながらね私がおばさんになっても今でも綺麗ですからね。そう、もうおばさんになっても綺麗ですから。ね、本当ですよね。ああ、いや、いいですね。という、いやいやいや、もう、うん、あの曲としてももちろんいい曲ですよ、うん、これは。うんね、昔が蘇ってまいりましたね。ああ、忘れないわーつってね、つってね、つってね。はい、ということでございます。ありがとうございます。聞いていただきました。はい、森高千里さんで、道でございました。うん、さあ、もう一個行きたいところなんですけど、ちょっと、うん、ちょっと時間が足らんのですな、うん、これは、うん、という感じなんですけど、うん、お神様、うん、もう一個行きたいとこなんですけど、ちょっと厳しそうなんですよね、時間的に。なるほどな。うん、まあでも、あの、まあ神奈月終わったらね、うん、またあのしょっちゅう出て お出ましに なられますでしょ、うん、そうじゃな。うん、ありな、ご祈祷あらばな、うん、そうですね、はい、叶えるというかな、うん、告げをさせていただくのはな、うん、そうですね、わしの仕事だからな、うん、まあそろそろまたその宴会に戻らなきゃいかんでしょう。ああ、そうじゃな、うん、きっとな、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、うん、きっとな、おまんじんちゃんのな、うん、あの名もな、知らしめるためにな、少し営業してくるからな。あ、いや、頑張っていただきたいと思いますけど、あの、なんか、あの、まあ、神に仕える身でね、あの、こういうことを言うのはなんですけど、私、あの、お神様の話聞いて思ったんですけど、ちゃんと縁結びしなよ。神様、縁結び、だって、縁結びのために出雲に行くんでしょ、だって。うん、そう思ってました、思ってましたよね。うん、そうですよね。あ、そうだな、うちの神社だもん。あれじゃな、縁結びというのはあまり歌っておらんのでな、うん、いや、まあまあ、うちの神社はともかくとして、あの皆さんがその出雲に集まるのは縁結びをするために集まるんだと我々は聞いてるんでね、うん、なるほど、うん、知らなかったんかい。まあということでございまして、ちょっとまああのもう一個やりたかったんですけど、ちょっと厳しそうなんで、うん、はい、ということで、じゃあ、あのお気をつけて出雲の方にお帰りいただいてると思います。お気をつけて。ああ、そうじゃな。はい。じゃあ縁をな、結んでくるからな。うん。はい。あの、まあ、そろそろあの終電の時間なんで、あの、もう出雲帰れなくなっちゃいますから。うん、はい、ということで。いや、もう一瞬だからね。あ、一瞬ですか。あ、そうですか。そうですか。サンライズ出雲で帰れるわけじゃないですね。そう、サンライズ出雲で帰るのかなと思ったんですよね。はい、あ、それはもうな、はい、人間界のものでな。あ、そうですか。あ、そうですか。多分一瞬で。一瞬で行けるんですね。飛べるからな。あ、そうですか。わ、はい、かりました。はい、どうも。それでは失礼するからな。はい、どうも、今回もありがとうございます。じゃあ、みんなもな、守ってくれな、はい、この神社をな。あ、 ありがとうございます。どうも。はい、ということで、じゃあ、最後に一曲聴いていただきながら、このおまん神社からはお別れですということになるわけですけども、はい、ですね、こちらはですね、ラジオネーム、ミカドさんからいただきました。俺だっていう話なんですけど、ですね、これは先週、これ、あ、先々週です、これは。ボツになった曲でございます、これも。あのボツになったというか、あの競争に負けたんです、私。あのオガちゃんのね、あのオガちゃんリコメンドの1位と、あのミカド、あの DJ ミカド リコメンドの1位と競った結果、リスナーさんに投票してもらった結果、まあまんまと私が負けたので流せなかった曲、ね、ああ、そうだったんですね。はい、もう絶対これかけてやると思って。いや、だってその前は1回ボツにしてるんです、これ。んー、だからあの2回チャンスがあって2回ともダメだった。んー、これ流さなかったらさ、もう本当にあれですよ、仏教界の方に頼ってあの極意をしてもらわなきゃいけないって話になっちゃう。ということで、はい、これはですね、はい、金木犀の2人の赤星という曲なんですけど、これ大好きなんです、私が、うん、ということでですね、はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、はい、ということで、
はい、じゃあ、金木犀の2人の赤星聞いていただきたいと思います。お神様次回もおいでくださいませ。殴ったね。親父にもぶたれたことないのに。おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉。オールナイト埼玉、今月のパワープレイなの。今月のパワープレイのコーナーでは EPMD サトシくんの独断と偏見で選ばれた一押し曲を毎週オンエアしていきます。10月のパワープレイはアジアンカンフージェネレーション出町柳パラレルユニバースという曲でございます。はい、というわけでございますけれども、うん、この曲に関して我々が語ることはもうないので浜、ちゃんはこの、うん、まあ、これアジカンは、まあ、アジアンカンフージェネレーション自体は、はい、まあ、はい、聞いたことあります、ね、聞いたことありますけど、でもこの出町柳っていうのが、あの京都にあるあの京阪電車って僕も昔乗ってたんですけど、 それの今終点ですよね。そうです、そうです、ね、うん、まあでもその話も先週歌さんがしてるんですけど、はい、失礼しましたいやいやいや、うん、あなんですけど、ね、なんか、うん、出町のあたりでなんかあのね添乗員経験のある浜口健二様は何かあのありますか。出町、いや、なんか今度コンサートで森高さん出待ちしたいなと思ってぐらいで。あ、なるほど、ね、そっちね、そっちね、なるほど、そっちね、そっちね、ええ、うん、出るのを待ってる方ですね、なるほど、うん、出る町じゃなくてね、うん、あ、違う、はい、うん、そうですね、確かに、うん、お呼びでない、お呼びでなかったです、すいません、お呼びで出ないね、はい、じっくりこれは失礼いたしましたと、じっくり聞かせていただきます、はい、ということでじゃあ曲紹介お願いします、はい、10月のパワープレイです、アジアンカンフージェネレーション、はい、出町柳パラレルユニバース、思った通りはないで。おばあちゃんとミカドのオールナイト埼玉。いやーというわけでね、エンディングですけどもね、うん、うん、たどり着きましたね、エンディングまでね。そうですね、うん、短かったですね、やっぱね、はい、で、ね、おまんじんじゃをやってる間にあれですか、うん、うん、日本シリーズ第2戦の予告先発が出たんですか、はい、はいはい、じゃあ、はい、発表しますけども予告先発ですね、はい、ヤクルト、はい、神宮でやりますけども、はい、ヤクルトはサイスニード、うん、あ、サイスニードが来たんですね。サイスニード、はい、でですね、オリックスは山崎幸也ですね。あ、全然違ったね。うん、宮城でもない。違うんだ。宮城でもない、高橋でもないみたいな感じだよね。そうですね。はい。ああ、そうですか。いやー、楽しみですね。サイスニードと山崎の投げ合いですか。そうですね。山崎はね、埼玉出身らしいですけどね。ああ。すごいですね、うん、楽しみにしたいと思います。ということで、うん、来週のコーナーですけれども、はい、じゃあ紹介の方、うん、浜ちゃんからお願いしたいと思います、はい、来週は人生を旅する泉優オーナーが登場いたします。いや来たね、はい、泉優オーナー来たよ、泉優オーナーね、うん、もう勝率男ですねこれね、うん、はい、もうね嫌だって言ってるんだけど、視聴率男って言われるのが嫌だって言ってるんだけど、うん、俺ね、ミカドラボで諦めなって言ったの、ね、事実だから、事実だから諦めなって言ったんだけど、台本ではとりあえず書いてきましたけど、そうでね、はい、まあね、実際はそうなんで、はい、うん、まあ、でお送りするコーナーですね、はい、泉優クラブサマータイムですね、そうですね、うん、そう、で、これが、あのね、実はね、これね、うんうんうん、拡大する可能性大です、これ。なるほど。拡大、うん。うん。そう。拡大して、うん、拡大しようっていう話をしてるんですよ、実は。うん。うん、なるほど。いつも喋り足りなそうだから。うん。うん。うん、ということでございますね。うん、はい。で、2番目のコーナーは、はい、?2 番目は、ラジオ飯テロプロジェクト。いや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 。はい、ね。ということですね。お腹を空かせて待ってくださいということですね。うん。うん。うん、
はい。で、そして3つ目のコーナーは、3つ目がですね、おがちゃんのカリスマパーソナリティへの道でございます。よっしゃー、はい、よっしゃー、長くなったら畳まれちゃうかもしれないですけどね。うん、そう、いやだから、もしかしたら飯テロか、カリスマかどっちかなくなってるかもしれないです。なるほど、なるほど、なるほど。まあちょっとね、ちょっとね、10月は、ちょっちね、ちょっちね、ちょっちね、不確定要素が多い月だったんですよ。なるほど、なるほど。なんで、ちょっと、どうなるか、ちょっちね、ちょっちね、どうなるかわからないですよね、ちょっちね、つって。はい、ということでございまして、はい、3本立てになるかどうかわかりません。2本立てになるかもしれないですけども、はい、とにかくお楽しみにしていただきたいと思います。はい、そしてですね、実はさっきまで決まってなかった来週の選曲テーマですけれども、はい、大人の恋愛特集。いいな、なるほど。これでいきたいと思います。いいな、はい。これね、泉優オーナーから、ちょっと聞いてるテーマにちょっと絡めてみようかなと。なるほど。なるほどですね。いや、自分もね、そう、これ決まってなくて、番組最後に発表しようみたいな感じだった時に、ね、自分もなんか恋愛なのかなと思って、そう。そう。やっぱ、これはね、そう、シンクロしましたね。そう、珍しく、ああ珍しくシンクロしたね。うん、まあそりゃさ、2年何ヶ月もさバディやってりゃさ、たまには会う時あるよ、ね、たまには会う時あるよ、はい。ということで、そちらでお送りする予定ですので、大人の恋愛特集、はい、来週もたくさんのお便り、それからリクエスト曲、いつもの Google フォームと公式 Twitter アカウントの DM にてお待ちしております。はい、お待ちしております。はい、ということで、じゃあそろそろ本当にお別れの時間ということになってまいりました。はい、ババンババンバンバン、アビバノノンということで、いやー、中本浩二さんって感じで、ね、そうですね、中本さんね、残念でしたよね。もう本当にもうあんな急にね、行かれてしまうと思わなかったですけど、ちょっと残念ですね。うーん、ということでありますけども、まあでも、今日の放送も本当に楽しかったですよね。本当ですね、本当です、ありがとうございます。来月からの浜ちゃんのコーナーも楽しみですけどね。あ、そう、タイトルは、はい、実はですね、ケンジ浜口の滑らない話ということで、いやパクリじゃパフパフパフっていう、パフパフ、はい、ということでございまして、来週またお目にかかりましょう。お相手はおがちゃんとミカドと浜ちゃんでした。今週もありがとうございました。おやすみ、フィーちゃん。この後また夢でお会いしましょう。アディオース。